もちゃ箱の中に住んでるの。でも今日はこのプリズムホールにウルトラマングレートとウルトラマンパワードがやってくるって聞いたから、おもちゃ箱の中を飛び出してきちゃったんだ。お友達になったよね。あ、そうだ、お友達になるにはやっぱりご挨拶した方がいいよね。こんにちはって元気いっぱいご挨拶しちゃうから、みんなもこんにちはって元気いっぱいお返事してよね。それじゃあいくよ、みなさんこんにちは。もっともっと元気にこんにちは。元気なお返事ありがとう。ねえみんな、その元気な声で今日はいっぱいいっぱいウルトラヒーローを応援しちゃおう。実はね、ウルトラヒーローのお人形に聞いたんだけど、みんなの元気な応援の声ってウルトラヒーローのエネルギーになるんだって。だから今日はいっぱいいっぱいウルトラヒーローを応援してエネルギーを送ってあげようと思うんだ。どうかな、みんな一緒にエネルギーを送ってくれるかな。応援してくれる、応援してくれるお友達は元気いっぱい、はーい。あー、よかった、絶対絶対約束だよ。どんな怖いことがあっても絶対に負けないで、いっぱいウルトラヒーローを応援してエネルギーを送っちゃうね。あ、でもね、これは内緒の話なの。だって悪い奴らに聞かれたらエネルギーが送れなくなっちゃうかもしれないもんね。これは秘密のエネルギーなんだよ。どうかな、みんなの周りに悪い奴いない、宇宙人とか隠れてないかな。大丈夫？よし、それじゃあ早速秘密のエネルギーをウルトラヒーローに送っちゃうよ。せーのって合図を出すからね。合図が聞こえたらウルトラマンってエネルギーを飛ばしてみて。いくよ、せーの。あれ、なんだか様子がおかしいよね。宇宙人でもいるのかな。みんな気をつけて。あれ、私のお友達のぬいぐるみのクマさんなの。いつも一緒に遊んでるんだけど、クマさん、どうしたの？僕もね、うん、ウルトラ戦士に会いたくておもちゃ箱から出てきちゃったんだ。本当？それじゃあみんなと一緒にウルトラヒーローを応援しようよ。ほら、いつもおもちゃ箱でお話ししてたでしょ。エネルギー送らないの？あ、照れてるんだクマさん。うん、僕はね、僕は大事にしてくれなかったから。大事に捨てられた時にこんな風になっちゃったんだ。なんだ、この異常な電波は。危ない、クマさん、何してるの。そこにいるのはクマさんの大好きなウルトラマンネオスじゃない。
やはり地球まで追ってきたか、ウルトラマンネオス。だがお楽しみはこれからだ。また勝手に M78 星雲を抜け出してきたんだ。ネオス、助けてやったのにそのイグサはないだろ。なんだと。いつもお前ばっかりいい格好しやがって。俺は戦いたいんだ。戦って強くなりたいんだ。強くなりたかったら少しは我慢することも覚えろ。さっきのクマはおもちゃ箱から捨てられたぬいぐるみをザム星人が操っているだけなんだ。所詮敵じゃない。だったら他の怪獣と同じようにやっつけてザム星人の居場所を突き止めた方が早いんじゃないか。スワン、俺たちは怪獣を倒すことだけが仕事じゃない。それに怪獣たちも悪い奴ばかりとは限らん。俺たちと同様宇宙の平和を願って戦っている者たちもいるということを忘れるな。またエリートの説教かよ。なんだよその手は。殴るのか。早く M78 星雲に帰れ。他のウルトラ戦士たちに見つかる前に早く早く行け。有志司令部にいるエリートのお前なんかにこの俺の気持ちなんか分かってたまるか。俺とお前は親友だからな。グレートパワード。君は有志司令部のネオス。ネオスじゃないか。二人とも気をつけてください。このプリズムホールはすでにザム星人に占拠されています。ザム星人。そうか。それでこのホール一帯にバリアが張り巡らされているんだ。うわあ！あの岩がザム星人の本体か。いや違う。あれは奴が作り出している幻覚なんだ。ではザム星人の実態はどこに。出てこい、ザム星人。いやねえ、怪獣ども、我に逆らう愚か者たちを闇の世界へ葬り去れ。ねえみんなどうしたの。応援の声が聞こえないよ。秘密のエネルギーを送ってあげて。頑張れー。
あなたはウルトラマン。ネオス、ザム星人は X1 ポイントにいる。直ちに急行するんだ。はい。この俺様がザラム星人とは知らずにバカなやつめ。よし、まずはグレートパワードから血祭りにあげてやる。貴様らウルトラマン来い、ザラム星人。ロワケ、ヘビだ！エネルギーが間違って偽ウルトラマンに飛ばないように、ウルトラマンって応援してあげて。いくよ、せーの。ザラム星人、
ザム星人。よく聞くのだ、地球の哀れな子供たちよ。君たちは今環境に恵まれすぎてわがままになっている。日頃から買ってもらっているおもちゃを君たちは大事にしているか。絵本も積み木もぬいぐるみも人形も君たちは飽きたらすぐに捨ててしまうだろう。君たちはいい、また新しいおもちゃに巡り合えばそれらに意識が高鳴り満足することになる。だが捨てられた彼らはどうなる。君たちは捨てられたおもちゃの気持ちを考えたことがあるか。彼らはゴミ箱という暗く冷たい闇の中で悲しんでいる、泣いているのだ。我がザム星の科学はそういったおもちゃたちにも息を吹き返すことができる、魂をよみがえらせることができるのだ。よいかね、諸君。古代の人々は人形を人型と評して人を呪う道具に使っていたという。だがこれからは人形が、いや人形だけではない、お前たちが無駄に捨てたもの全てが人を呪うのだ。おもちゃが人を呪うだなんて、私の友達はみんな子供たちが大好きよ。自分たちを常に正当化し、長い間地球という惑星を支配してきた人間どもめ、お前たちは死をもって今までの罪を償うのだ。誰が笑っているのだ。ザム星人、幻覚を作り子供たちを煽ってもみんなお前の目的は分かっているんだ。久しぶりだな、ザム星人。お前の地球侵略計画はこの俺が叩き潰す。貴様、またしても俺様の邪魔を。行くぞザム星人、有志司令部の名にかけてもお前との決着今日こそつけてやる。行けネオス、ザム星人なんかやっつけちゃって。ザム星人が人形たちを操っていたコントロール装置は破壊したぜ。スワン、おのれ、ウルトラマンネオス、そしてもう一人の構造、俺はウルトラセブンツーワンだ。よく覚えておけ。黙れ、誰に逆らう愚か者たちを地獄の炎で焼き尽くすのだ。者どもかかれ。ネオス、スーワン、ザム星人が逃げちゃうわ。ネオス、お前はザム星人を追ってくれ。スーワン、早く行け。ザム星人を倒さぬ限りこの魔界空間を消滅させることはできないぞ。ネオス、ネオス、行くんだ。分かった。あとは頼んだぞ。ウルトラセブンツーワンとやら、お前一人で我らに立ち向かうなど無謀な限りよ。
徹底的に叩き潰してくれるわ。いでよ古代怪獣ゴモラ。やれゴモラ、スーワンを思う存分いたぶってやれ。スーワン、ゴモラなんかに、ゴモラなんかに負けないで。あれはなんだこれは。貴様はザム星人様が操っていたクマのぬいぐるみではないか。ふん、怪獣にもなれぬ貴様なのに用はない。やめろ。スーワお願い、クマさんを守って。スーワ、ネミが、スーワにエネルギーを送って。頑張れ。安心しろ、俺がお前の持ち主のところへ届けてやる。おのれ、こしゃくな真似を。兄さんたち、コントロール装置をお前が破壊してくれたおかげで俺たちは助かった。ありがとう、スーワン。スーワン、前にウルトラ戦士の誇りがあるならば正義のために戦え。それが我らウルトラ戦士の使命だ。はい。ウルトラ戦士だわね。みんな行くぞ。私がいくらコントロール装置を破壊しても、この空間はザム星の科学が作り上げたものだ。我らの科学がどれほど素晴らしいか、貴様の体に分からせてやる。
勝負だ、ザム星人。ツワン、ツワン、ツワン。そろそろ貴様たちも念を納めとくかな、ネロス。まずは貴様から地獄に送ってやる。大丈夫か、ツーワン。ネオス、お前が俺を助けてくれたのか。また借りができちまったな。何を言うんだ、ツーワン。俺もお前がいなかったらどうなっていたか。ネオス、ザム星人は。ウルトラマンネオス、ウルトラセブンツーワン、今日のところはお前たちの勇気に免じてその首を預けてよ。だが今度会った時は貴様らまとめて血祭りにあげてくれるわ。ザム星人、絶対に逃しはしないぞ。俺の命に代えても必ず貴様を倒す。俺も協力するぜ、ネオス。ツワン、俺たちは親友だからな。ツワン、よくやった我が愛する戦士たちよ。ウルトラの父ネオス、魔界空間が消滅したからといってザム星人が滅びたわけではない。お前はこのまま地球に残り、ザム星人撃退に全力を尽くすのだ。はい。ツーワン、命令もなく勝手に地球に来るということは光の国の法則を破っているのだぞ。それは。ツーワン、あなたは少し自分本位に動きすぎです。これは他のウルトラ戦士とのバランスを崩すことになります。はい。しかしあなたには他の者にはない優しさがあります。その優しさを本当の正義の力に変えなさい。これからも様々な困難や苦しみが襲いかかるでしょうが、あなたならきっとそれを克服できるはずです。私たちはこれからあなたを宇宙警備隊特別部、宇宙保安庁の養成機関に預けます。半年後にはネオスと共に行動できるように努力しなさい。あなた方のコンビはきっと全宇宙の平和の力となるでしょう。スワン、うん、さあ飛び立て光の戦士たちよ。新しい時代に向かって、輝く未来に向かって。はい。光の戦士たちに
これは地球の子供たちよ。ありがとう、ウルトラ戦士たち。またね、バイバイ。ふるさとはこのウルトラの星。ねえねえ、みんな、ウルトラ戦士たちすごくかっこよかったよね。だからさ、これからも秘密のエネルギー忘れないで、一緒にいっぱいいっぱいウルトラヒーローを応援しちゃうよね。あ、そうだ、私もそろそろおもちゃ箱の中に帰らなきゃいけない時間なの。でもね、みんなはこの後もこのフェスティバルの会場でたっぷり楽しんでいてよね。忘れちゃう。